お先に、熾烈な2位争いを繰り広げている、多球場情報からいきたいと思います。えー、北海道日本ファイターズ対、東北楽天ゴールデンイーグルス。はい、2対4位のね、戦いとなっておりますけれども。えー、本日は9対5で4位の楽天が勝利いたしました。まあ、昨日ね、ロッテが勝利して、それから日本アーム楽天が延長12回戦った末引き分けということでね。まあ、楽天とのゲーム差は0.5開いて、それから日本アームとのゲーム差を0.5縮めたっていう感じでね。日本アームとは3.5ゲーム差。それから楽天とは2.5ゲーム差という感じで、 え、本日を迎えることになりまして、本日、え、日本ハムが、え、敗れたため、え、また1ゲーム差縮まりまして、2位の日本ハムとは2.5ゲーム差縮まって、え、楽天とは変わらず2.5ゲーム差という状況となっております。ま4位楽天がね、本当に恐ろしくてですね、ここへ来て上げてきているっていうところでもありますし、まあロッテの方はね、1アームと、え、つい最近まで4ゲーム差開いてましたが、え、また再びね、え、2.5ゲーム差まで縮めてきたので、え、このまま最終盤の、え、千葉ロッテマネンズの強さ、え、見せてほしいところでございます。え、それからまあ楽天の方 もね、まあ、まだ2位とは5ゲーム差あるとはいえ本当にあの交流戦優勝しているチームですしね本当に勢いあるチームだなっていうところで、えー、非常に怯えております私たち2.5ゲーム差っていうとねあの楽天戦9月あの9戦ありますから9試合ありますからね9月だけで直接対決がそこでもう本当に順位ひっくり返るところだったりとかもう間違いないと思うんで今のうちにね、えー、ちょっとロッテの方も勝ちを重ねて、えー、楽天とのゲーム差もできるだけね、えー、話していきたいところでございます以上卓球上場情報をお伝えしました えー、勝った気がしません。<laughs> 全くと言っていいほど、えー、勝った気がしません。えー、勝ったんすか <laughs> ああ、うん、勝ったんすかまあなんか、本当に言い方悪いかもしれないですけど、勝ちをもらったような感じですよね、これはね。えー、本日、えー、千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ、16回戦ということでございましたけれども、本日4対3で千葉ロッテマリーンズがさよなら勝利を収めたということで、まず、まずね、はい。えってなるんよ。 試合展開も試合展開なだけにね、うん、えっ ってなるんですよねまあとりあえず見ていきましょうかはい今日の試合ですね、えー、今日の両先発がねロッテが唐川投手そして西武が隅田投手の両先発で始まりまして、まあ、唐川投手ね、えー、まあここまで、まあ、3投板ぐらい投げましてね防御率が驚異の0点台ということで非常にね素晴らしいピッチング本当にそこそこ年齢を重ねてきているねベテランとは思えないぐらいナイスピッチングしてくれてるんですが、まあ、今日はねちょっと初回に捕まってしまいまして長谷川選手先頭ヒットと源田選手のタイムリーツーベースそして西川真菜 選手のホームランという感じでねえ、すが、えー、すぐさまね、えー、打線の方が1点取り返してくれまして、えー、1回の裏、ベイアンのヒット、そして藤岡選手もつないでいきまして、ポランコ選手の内野ゴロの間にロッテが1点を返しましたということで、まあ、ロッテはね、えー、この1点で終わってしまって、今日の主導権は確実にセーブだったなっていうところですね。まあ、いつか連勝止まりますから、そろそろ今日あたりかなっていうふうには思っていたんですけれどもね。しかしね、その後、え、唐川と 投手もねなんだかんだ、えー、ピンチは作ったりするんですが6回までを、ねえー、100球ちょうど、えー、投げ抜いてくれまして、まあ、結果的に6回3失点と、えー、クオリティスタートをね、えー、切ってくれたということでまあ、十分先発の役目はね、えー、まあ、普段の唐川投手同様に、えー、果たしていただけたのかなというところでございます、えー、そしてね今日の隅田投手相手にですねロッテが打ってない打てないねあの5回を終えた段階でねこの初回のベイアンと藤岡選手の12番しかヒットが出ていないわけですよこれまさにヒンダーですねやっぱりまだねあのの打線の勢いが戻 取ってきてないなっていうところですねはい。だからなんで勝てるのかって言ったら相手がセーブだからなのよセーブ版には本当申し訳ないけどセーブだからなんか勝てるっていうか相手に点をもらってっていう感じのね、えー、勝ち方ですよね今日もねえー、しかしですね6回の裏まあ、6回の裏がねちょっとロッテらしさが見えたあのそんなイニングだったかなとね個人的には思っておりますねはい。こうしかも2アウトからの攻撃でしたからねまスミラ投手なかなか打てないっていうところであったんですけれどもここ2アウトから藤岡選手が左中間に2ベース1等を放ちましてねこれで藤岡選手がこの時 時点ではね唯一の2安打目を放ちましたそしてポランコ選手ね痛烈な1,2塁間抜けていくタイムリーヒットでロッテが1点を返しましたはい、ここ2アウトからのねまあ、ロッテの反撃というところではい、ここは本当ロッテらしい野球が非常にできていたんじゃないかなと、はい、いうところでただまだね1点ビハインドが続いていますまあ、今日ねリリーバーの方がねしっかりと抑えてくれたのはいいんですけれども7回坂本さすがに当てすぎや さすがに当てすぎや。今日も先頭元山選手にいきなり初級デッドボールとかありましたし、えー、ツーアウトから長谷川選手にデッドボール。もう本当申し訳ない。で、帽子はまだ取らなかったんか。うん、ちょっと、X とか見て坂本投手の情報を取り入れたけど、まだ帽子取らなかったか。うーん、ちょっと、帽子を取らないんだったらもう無理やり取らす方法って言ったらもうね、あの、風20メートル吹かすか、もう鼻からもう帽子取って、 プレイするしかないよもうこれ取らないかな多分どんだけ言われても取らないから。 うん、多分ね、まあ、デッドボール当てなきゃいい話なんですけれどもね、結論的に。いや、本当に、えー、長谷川選手に関しては、この後もデッドボール受けてるんでね、それで、まあ、セーブベンチもあんまり出てこなかったですし、長谷川選手も、まあ、ちょっとね、相当怒ってはいましたけれども、えー、ちょっと抑えて抑えてね、優しさが溢れ出て,ていたなって思います。はい、申し訳ありません。はい、という感じで、えーまあ、ロッテの方は、えー、7回の裏なんかはね、えー、隅田投手相手に、えー、抑えられていきますと、三者凡退ですね。はい、そして8回はね、平投手が、 マウンドに上がりまして先頭、角中選手がまずフォアボールを選んでくれて、藤原選手、送りバント、そしてランナー3塁までねここ行きまして、藤岡選手、はい猛打賞の藤岡選手の打席のところで、ここで冒頭がありまして、ですね思わぬ形でロッテがこれで追いつきました。はい <laughs> だから今日ロッテ4点取ってますけど、あの、らしい感じの点の取り方1点だけですから、あの、6回のポランコ選手のタイムリーね。まあ、初回の攻撃なんかまあ、連打連打で内野ゴロ、まあ1点取れたっていうところはまあ良かったかもしれませんけど、まあ求めている野球というかね、今後もっと上の順位に行くために、はい、そして CS とかで日アムホークスを倒していくための、ロッテらしい野球ができていたのはやっぱ6回のみだったなと僕はね、今日の試合思ったので、やっぱ点の取り方っていうところですよね。まあただね、まあランナー出て、ランナーが3 何類の状況で、相手にプレッシャーをかけてね、ここで相手のミスを誘えたっていうところはね、まあ、良かったと思いますけれども、8回の裏、同点に追いつきまして、それから8回、菊池陸投手、ピンチは作りますが、しっかり無失点、そして9回、増田投手も、いつも通り劇場しますが、無失点、そして延長に突入しまして、10回、鈴翔、はい、無失点。 うん。これはもうなんか、だんだん当たり前になってきたね。鈴翔の無失点は。鈴、う、翔、ん、だから無失点だわ、みたいなね。そしてね、えー、ちょっとブチ切れそうになった10回の裏ですね。で、ノーアウト2塁からですよ。小川選手が先頭2ベース打ってね。ワンアウト満塁っていうところからポランコ選手の三振とネフタリの三振。うん。ネフタリ今日やばくねまあ、今日に始まった話じゃないけどね。ネフタリの三振が多いっていうのは。ゲッツープラス4三振ですから、今日ネフタリ当たる気しなかったっすね。 うん、本当のネタフリだったかもしんない。気持ちを切り替えていただきたいですね。はい。それから、えー、何やかんやありまして、えー、12回の裏になってまいりました、えー、某高橋投手ですね。えー、ここワンナウトから藤原選手がヒットで出ましてね、そしてツーアウトと、えー、ロッテもね、追い込まれた状況の中、えー、これ藤岡選手が今日3本目のヒットを払ってくれるんですよね。まあ、ここね、このヒットを打った前のボールでね、もう甘い球を見逃して、うわーって悔しがるね、藤岡選手の姿がありまして、あー、これちょっと厳しいかなと思ったんですけどもね、えー、次のボール失 ししっかりと捉えてていいきましてここ繋いでいくバッティング、えー、それからね、ポランコ選手の打席のところでね、まあ、ポランコ選手もあの10回の裏にね、えー、悔しい悔しい満塁での三振していましたから、まあ、そこの悔しさっていうところがね、えー、あったと思いますし、もう1本で決めてやろう、俺が決めるんだっていう気持ちあったところでの冒頭ですね、えー、これで藤原選手が帰ってきまして、えー、ロッテがさよなら勝利を収めたという、えー、そんな試合展開です。 だから8回の追いついた1点にしろえ12回のこのさよならのねえ点にしろまあ相手からもらっているえそういう点ではありますよね、うん、まあ、リリーフ陣が本当にえよく踏ん張ったんじゃないかなと はい。個人的には思います。はい。まあ、唐川投手もね、初回3失点取られてしまいましたが、その後追加点取られることなく抑えてね、まあ、結果的には2回から12回まで、え、ピッチャー、全員ね、無失点で抑えてきているっていうところはね、非常に大きかったんじゃないかなと思います。ただ、昨日と同じことを言いますが、え、この戦いでは日山ホークスは難しいです。 はい、確実に難しいです。でもっとね、えー、チャンスの場面の一本だったりとか、はい、本当に短期決戦を意識するっていうところで言えば、10回の裏のああいう攻撃になった瞬間にもう負けだと思った方が、うん、僕的にはいいんじゃないかなと思うので、相当ね、その後のリリーフ陣が盤石だったらいいんですけれど、まあ、日アムもホークスもね、えー、現状ロッティよりも上にいるチームなので、えー、厳しいと思うんでね、もうちょっと、えー、打線の圧を増していただきたいなと思います。とりあえず、えー、今日のサヨナラ勝利は、えー、ナイス。お見,お見事。 そして明日、16連勝中の西武戦で、サイヤング賞が先発です。カイケル投手ですね。ダラス対渡辺裕太郎投手の今日先発の対決になりますが、えー、勝ちましょう以上